はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。スクスト2というわけで、スクールグラルストライカー2の実況をしていきたいと思います。まあ実況っていうか、今日はあれなんですけどね。ちょっとモルガナ様のブラスデーでやり損ねたことがあったっていうか、やれてなかったルートがあったことを思い出しました。はい、ちょっとまあパパッと言わせていただくんですけども、はい、こちら謎がありましてね。はい。まあ結構ね、謎解きね、スクストの謎解き面白いんですけども、こちらですね。こちらの、そう、私、よく考えたら全ルートというか全パターンを取ったつもりだったんですが、取ってませんでした。簡単なところなんですけどね。要は、全部ダメルート。2月28日ね、モルガナ様バースデーなので、皆さん覚えておいてください。はい。というわけでね、こうやって皆さんがこうやってね、いろんなところに行ってヒントがもらえるわけですよ。ね、4箇所でヒントがもらえて、それを当てはめて暗号を解くと、まあ、場所が、みんながね、いる場所がわかるというやつなんですけどもね。わかりましたよ。まあ、ちょっとこの辺はぶっちゃけ、編集で倍速とかにしたりカットしてもいいんですけども、まあ、とりあえずね、一応流れがね、だから、じゃないとすっげえ短い動画になりそうなんで まあ、それはそれでいいのかなって気もするんですけどね。まあ、なんか、もしくは、いつもの動画の最後におまけとしてくっつけてもいいかななんて思うとこもあるんですけど、まあ、一応ね、個別にしといた方が分かりやすいかと思って。実は私だと、このスイカさ、ちゃんと飾られてなかったのあるよね。これ、さっき見えたスイカと一緒だよね、多分ね、これね。だから今2じゃん。ここだけちゃんとやろうかな、1回。で、3でしょ、今。4、5。で、さっきあれ見えたやつだからね。で、あそこが見えて6で、これさっき見えてたっけ？この下のが見えてないかな？ 7 で？かな？で、8にならないんだよな。これだってさっき、これさっき見えてたやつじゃん。あ、これでも今初めて見えたんだっけ？これ。で、これで8で終わりなのかな？かもしれない。何回かこうね、ちょこちょこね、見えてたとこはあるんですけど、意外とね、8個だっていうのが結構ね、まあ多分今の数え方で合ってるかな。本当はちょっと編集でピーピーピーってなんか矢印出したりとかしてながらこう比較画像を出していけばまあわかるんですけど、そこまではちょっとやる元気がなかったです。まあこのついでにやってもいいかとは思うんですけど、ちょっとね、編集しなきゃいけない動画があまりにも多くて溜まっているので、ほどほどにしたいと思っています。結構エンコード時間とかもね、まあだいぶ早くはなったんですけどね、昔よりも。なんですけど、結構アレなもんで。はい。終わっていきます。はい。七福神、七味唐辛子、まあいろいろでした。ラッキーセブンとか。失礼。4つの数字が分かったんですけど、今回ダメルートなんで、はい。モルガナ様に解いてもらいます。すいません。やっぱり自分で解くって言って、いや、一回間違おう。何がいい？何でもいいよ。ニコニコ。昔、一昔前だったらよくあって。ありゃー。もう無理です。下手でていいです。お願いします。で、まあこの辺はね、バッパいきますけどもね。はい。バッパいきますね。で、はい、ラッテ、ラッキーセブンとかもろもろありました。で、メガネかけて3は英語にすると3。あ、違う、太陽を英語にすると3で、数字の3だよっていう。で、みんなが言った数字を足すと、9になって、正解。で、8739ね、これ、ね、花ミクじゃなくて花咲くだったっていうね。はい。なんで、本当は花食べたっけっぽいんですけど、洞窟行ってみようか。洞窟に行きましょう。はい、すいませんでした。花咲くでした。で、これで最後のモルガナ様のセリフがどうなるかですよね。これまだ見てなかったんですよ、このダメダメパターン。はい。来ましたよと。まあ、この辺は序盤は一緒で、最後のモルガン様のセリフが変わると思うんだよね。短い時間謎解いたのはモルガン様が答えてからです。ここは多分変わらないんだよね。多分全部共通だと思います。いろいろ見たんだよな、ね、いろんなパターン見ました。この後かな。はい。あ、その間に、後だ。この後に、あれだ。アカラさんとかのこの辺のね、そう。おめでとうございます。
タオメとかがありましたね、私に対して言ってくれるよね。うん、はい、そのプレゼントがあってにっこり、はいはい、お付き合いありがとうございましたぞ。はい、うん、これはカメラ一緒かな、あ、違うなるほど、特に、あ、優しさを見せてくれてるのかな、特に言うこともなくか、うん、褒められるわけでもなく、まあ、けなされるわけでもなくみたいなパーティーンでしたね。なるほどね、まあ、けなしはしないけど、まあ、ちょっとこうなんかね、ちょっとつつくような言い方してくるかななんて思ってたんですけど、なかったですね。なるほどね、まあ、誕生日ですからね、うん、機嫌も良かったでしょう。というわけで、そんな感じで今回はこの辺で、まあ一応ね、これで全パターン多分網羅できたんじゃないかなと思います。ではさようなら。